早稲田停留場は、東京都新宿区西早稲田一丁目の新目白通り上にある、都電荒川線の停留場である。また、同線の終点でもある。駅番号は SA30。東京地下鉄東西線の早稲田駅は、東停留場から、南南東方面へ、直線距離で約600メートル離れており、接続駅とはなっていない。 東端式ホーム2面1線を有する地上駅。線路を挟むように南北にホームがあり、北側が校舎専用、南側が乗車専用である。荒川線は東庭留所構内で終端に向かって複線から単線に変わり、校舎ホームは複線区間まで延長する形で設置されている。東庭留所に到着した電車は校舎終了後に乗車扱いを開始するが、 この最中に、後続電車が到着した場合、後続電車は、複線区間に停車して、降車扱いを行う。新目白通りが拡張されるまでは家並みに囲まれた、専用軌道上にあったが、道路拡張時に、家屋の移転とともに、都電の線路も、道路中央に軌道が位置するように移設されて、現在の位置になっている。かつての軌道は高戸橋方面に向かう車道に変わった。 都電荒川線の乗降場は、早稲田停留場であるが、最寄りの交差点は、都電早稲田駅となっている。新目白通り上に、都営バス、グランド坂下、早稲田のに停留所が設置されている。環状4号線上の、幹線園公園前も近い。もともと、東京市電が先に開業し、車庫も存在していた。そこに、王子電気軌道が後から乗り入れた。 ありがとうございます。